鉄旅研さんファンタスティックトラベル大本線全域周遊の鉄旅第4章は秋田県大曲から東の城に至る各駅停車の鉄旅です。まずは日本一大曲の花火を楽しむ鉄旅のポイントをご紹介してまいりましょう。大曲駅から花火会場まで徒歩で約30分程度かかります。当日3時以降は交通規制でバスやタクシーは移動の足にはなりませんので、こうした移動の時間を考えた旅行全体のタイムスケジュールを組む必要があります。大曲の花火の宿泊は、大曲はもちろん秋田も盛岡も早期に宿は満室になってしまいます。その場合臨時の小町を使って仙台に泊まるというのも一案です。花火全体は市内からも見ることができます。ただ花火の美しさを花火全体で楽しむならやはり会場がベストです。花火終了後に大曲駅に人が集中します。お子様とご一緒のご家族は8時以降の駅の入場制限が始まる前に帰路についてしまうというのも一案かと思います。花火当日、大曲市内には様々なキッチンカーや屋台が出ます。ビフォー花火も大いに楽しめるんです。皆さんも大曲の花火にぜひ鉄道で出かけましょう。大本線第4章は大曲駅から東の城駅までの22駅の各駅停車の鉄旅です。この区間は他の地域にはない珍しい鉄道施設が連続します。これを一つ一つ丁寧にご紹介してまいります。八郎潟周辺の美しい古書地帯も周遊します。ぜひお楽しみください。大曲駅を出発します。この大曲と秋田の間は狭軌と標準軌の線路が共存するという珍しい区間です。またこの区間の普通電車701系は大半が秋田行きに設定されています。そして神宮寺駅の手前から複線の線路のうち片方が三線機場に変わります。線路が3本になったことがわかるかと思います。神宮寺駅です。島式ホーム1面2線、ご覧の通り1番線の三線機場、2番線が狭軌、秋田新幹線本線の標準軌と3つの異なる線路が並ぶ線路博物館駅なんです。駅舎は2008年に改築された建物です。三線機場を進むと刈羽の駅です。線路とホーム構成は神宮寺駅と変わりません。駅舎は1990年に改築された鉄筋コンクリート造り2階建てです。ここ刈羽野では毎年2月10日に大綱引きの祭りが開催されます。町を二分し直径80センチメートルの大きな綱を引き合う伝統行事です。峰吉川駅に向かいます。刈羽野駅を出て間もなく三線機場が終わり、狭軌と標準軌の2線の並列に戻ります。カーブの途中にある相対式の駅が峰吉川駅です。相対式ホームに見えますが、駅舎側の標準軌は通過線ホームに柵ができていますので、運用は防線ホームと同じ運用になっています。駅舎は大本線2つ目の木造レトロ駅舎、昭和5年に建築された建物に改築を加えて今に至ってます。宇後堺駅です。
島式ホーム一面二線、駅舎は宇後境の名所マホロバ唐松能楽堂をイメージして2004年に改築されました。駅の北側には秋田新幹線の宇後境の信号所があります。秋田新幹線はこの区間単線の運用になっていますので列車交換施設が欠かせないんです。宇後境の次は秘境駅の大張の駅です。幹線道路からは離れており自然と民家一軒だけが駅の周りを取り囲んでいます。2006年に改築された駅舎、単式ホーム一面一線、新幹線が通過するという秘境駅、全国的にも珍しい駅です。それでは次の駅、和田駅に向かいましょう。右側に秋田新幹線が止まっていますが、ここにも新幹線の信号場があり列車交換が行われているんです。相対式ホーム2面2線、駅舎は2003年に改築された橋上駅舎です。秋田空港の最寄り駅ともなっています。ただこの和田駅にリムジンバスは止まりません。タクシーで空港にアクセスすることは可能かと思います。それでは次の四つ小屋駅に向かいましょう。4軒の農家の家屋があったことから名付けられた四つ小屋駅、島式ホーム一面二線のホーム構成です。2000年頃改築した簡易駅舎をそのまま今も継続して利用しています。それでは次はいよいよ秋田駅へと向かっていきたいと思います。左側に JR 東日本の秋田車両基地が見えています。また左側から羽越線の線路がこの奥羽本線と今合流しました。秋田駅5番ホームに入線していきます。秋田県秋田市の玄関駅、4面10線のホーム構造で非常に大きな構成となっています。一番西側のホームが南北で分かれていて、南側に秋田新幹線ホーム、北側に奥羽本線ホームという構成になっています。秋田駅のコンコースには様々な秋田自慢が展示されていました。この秋田犬、そして小鹿のナマハゲ、泣く怖い犬が。駅舎は1997年、秋田新幹線開通時に新築された橋上駅舎となっています。そして秋田の夏祭りといえばこの竿燈祭り、私は今年8月1日から2日、秋田県内の奥羽本線の取材を終えて2日の夜は弘前に入っていました。ここで2日の夜から3日の東北の大雨災害に遭遇するんです。翌3日、奥羽本線は計画運休、そして豪雨による河川氾濫の発生、結果東の城大館間が長期の運休となります。結果4日
か5日予定していた能代と秋田のお祭り撮影、残念ながらキャンセルになってしまったんです。ここは秋田ねぶり流し館、秋田の竿燈まつりの竿燈が展示されており、竿燈まつりの雰囲気を少し感じることができました。秋田竿燈まつりは厄除け、五穀豊穣などを願うお祭りです。約80本もの竿燈の明かりが会場の大通りを埋め尽くし、豊穣な秋田そのままを表現しています。それでは秋田駅から大本線各駅停車の停車日、東の城に向けて出発しましょう。秋田駅から北に向かう路線は基本この大本線しかないんです。しかし追分から小賀に向かう小賀線と、東の城から分かれる五能線の車両がこの大本線の共通区間を走っていきます。小賀線を走る EVE801系電車アキュム、秋田駅を出発します。車両に蓄電池を積んでいて、お湯分けから非電化区間に入るとパンタを下ろして蓄電池に蓄えた電気を利用して走行します。泉外旭川駅です。2021年3月開業した令和のピカピカの新しい駅。この駅の構造はめちゃ特殊で、飯田線の下地駅のようにアルファベットの A の文字のようなホームと駅舎の配置になっています。上りと下りのホームをつなぐ真ん中にあるのがこの駅舎。駅舎を入って左を見れば秋田駅のホーム、駅舎を入って今度は右を見れば東能代行きのホームと、こういう構成になっています。泉外旭川駅を出発すると、旧八幡田信号場の分岐から左側には秋田貨物駅が広がっています。しばらく進むと今度は右側に JR 東日本の秋田総合車両センターが見えてきます。この辺は JR の中核施設ですね。土崎駅です。1902年開業の伝統駅、単式と島式の複合の二面三線構成。ここは JR 秋田支社の中核施設の最寄り駅ということで、駅施設がめちゃめちゃ充実しているんです。1926年建築の木造レトロ駅舎、それを2012年にリニューアルしたんです。大正モダンの雰囲気そのままに、レンガ調の壁材を使用して洋館風にまとめてあります。間違いなく大宇本線最高のレトロ駅舎です。土崎駅を出ると秋田港駅へと向かう分岐、そして次の駅上飯島駅に入線していきます。泉外旭川駅、土崎駅と同じくこの上飯島駅も特徴のある駅。上りと下りのホームがこの目に今見えてます道路で分断されて、あたかも2つの防線ホームのような構成となっているんです。秋田駅ホームには物置と待合室、もう一つの能代行き東能代行きホームにも待合室が設置されています。そして追分駅です。1902年開業、甲子園で有名な金足農業高校はここ追分駅下車徒歩5分です。二面三線の複合ホームの構成です。開業時から使われている駅舎の耐震化工事とリニューアル工事が2018年に開業し終了したばかりです。それでは追分駅から徒歩20分のところにある秋田県で初の回遊式日本庭園水心園をご紹介してまいりましょう。1979年4月に開園。この水心園は造園家田地六郎の設計です。初夏の菖蒲をはじめ、富士、水芭蕉、桜、
ヤマブキなど四季それぞれの花があふれる庭園です。周囲には自然の片子である女型、尾型があり、湿地性植物が群生しています。それでは小岩駅を出発しましょう。ここで奥羽本線は右側の線路へと移動していきます。逆に小鹿線は左側の線路に分岐していくんです。東の白駅が大久保駅に到着です。相対式ホーム2面2線、明治35年の奥羽本線が開通した際に設けられた伝統駅、駅舎は2015年に改築された新品です。そして宇後飯塚駅です。2016年に駅舎が新装されました。ホーム屋根は昭和2年開業当初のままです。ここ片上市では毎年8月第1日曜日に詐欺舞祭りが開催されますが、感染症拡大の影響で今年も中断されたままでした。左側に干拓された八郎型の水田地帯を車窓に見ながら、次の井川桜駅に向かいましょう。人の使命と間違われる井川桜、1995年に新設開業しました。駅名は桜の名所日本国家園にある由来しています。相対式ホーム2面2線、宇後飯塚駅とは 1.4km しか離れていません。左側の車窓には八郎型の緑の水田地帯が広がっています。八郎型駅です。2面3線の複合型ホーム、1902年五条目駅として開業しました。しかし駅は五条目町にはなく人市町にあったため、1926年には人市駅に改称しました。1965年に今の八郎型駅になったんです。八郎型はもともとは日本第二の広さを誇った湖、昭和52年に20年の歳月をかけた干拓事業が完了しましたが、湖部分は今も残ってるんです。それがこの八郎湖。八郎型駅から徒歩で20分ぐらいで到着しました。ブラックバスや鯉、船の釣り場として流しられています。かつての八郎型の風物詩だった打たせ船による漁業、冬の凍りした漁業を思い起こさせるような湖面が広がります。八郎型の次は鯉川駅です。相対式ホーム2面2線のホーム構造、1950年開業の新しめの駅です。駅舎のこの黒地に白十字のデザイン、なんだかモダンじゃないですかね。鯉川の次が門駅です。複合2面3線のホーム構造、ご覧の通り島式はかなり雑草が広がっています。平成7年10月に改築された駅舎、青春館という町の施設との合築となっています。角の次が森竹駅です。単式ホーム2面2線、昭和37年に改築された駅舎、現在も基本そのまま使われています。懐かしい雰囲気漂ってます。森竹温泉への下車駅です。ここ森竹駅のある三種町は日本一の純菜の栽培地として知られています。純菜は綺麗な水でしか育ちません。その昔奥羽本線沿いにあるここ宗三郎沼でも純菜が自生したんですが、今は取れません。現在は純菜栽培用の沼での生産が続けられています。森竹の次が金岡駅です。相対式ホーム2面2線、鯉川駅とここ北金岡駅はもともと昭和50年代の簡易駅舎でしたが、
平成時代に両方の駅とも新しい駅舎に改築しました。小さいですが明るくて通気性のいい駅舎、花も飾ってあって清潔です。海上コンテナ改造駅舎はもともと人間が過ごすものとしては作られていません。奥羽本線の簡易駅舎群もこのような新しい建物に変わるといいなと思います。ここ南の城信号場を過ぎるといよいよ東の城駅に到着です。大曲駅から秋田の主要都市を各駅停車で訪ねる鉄旅、ここ東の城到着をもって締めたいと思います。いかがでしたでしょうか。鉄道施設の特殊性が際立った区間でした。楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録にご協力何卒よろしくお願いします。